はい、皆さんこんにちは。整体院は安井時矢代表の山です。はい、ということで今日は肩の痛み、頭頸障害、肩の痛み、肘もそうなんですけれども、根本的に何が問題なの、一番多く見られる問題ですね、これを皆さんにお伝えしていこうと思います。これはね、ズバリで肩甲骨の下方回旋です。ここがうまく使えていれば基本的に痛みは出ないと思います。肩甲骨のじゃあ下方回旋ってどういう状態って言ったら、肩甲骨がこうトップでハマった感じですね。こういう感じね、肩甲骨が下の内側に寄ってくる、ね、これ下方回旋。これがうまくはまるにはじゃあどうしたらいいかっていうと、大体みんな肩甲骨外転してっちゃうんですよ、上方回旋で、どんどんこういっちゃいます。だから肩がずれていって問題が起きるんですね。なので下方回旋させるには肩甲骨が下旋して内転しないといけない。さらに猫背だったら背骨が曲がって、胸椎屈曲だとやっぱり外転しやすい、中になかなか入りづらいので胸椎の伸展が重要です。やっぱり胸がしっかり開いて、その状態で肩甲骨の下方回旋が起きてくる。そうすればこれの状態ではまっているので、肩甲骨がトップの位置にはまりやすいし、トップの位置にははまりやすいというイコールこう外転していく、腕を上げていく動作もすごく楽になりますね。あとはリリースするときもそうですね。リリースするときもずっとこの位置で入っていくので、前とか後ろとかにもストレスがなくなってきます。なので胸椎の伸展、肩甲骨の下方回旋というのはすごく重要。特に胸椎の伸展というのは多分皆さん出にくい状態なので、胸椎の伸展、下方回旋をすごく作っていってあげると、だいぶ痛みっていうのは良くなってくる。肩関節、上腕骨と大腿骨、股関節、これは一緒の動きをします。なんなら肩甲骨、腸骨、骨盤の骨、もうちょっと言うと側頭骨ね、そこら辺も同じ動作をします。なのでいろんな治療家がね、頭蓋骨ちょっと調整したらなんか肩の動き良くなっちゃいましたとかね、そういった手法でなんか驚かせてみたりねしてますけど、そんなのは別にね大した治療ではないので、重要なのはさっき言ったんですけど、このリンクしている股関節の外旋、股関節の外旋っていうのは外に広がるっていう動作ですね。外旋、股関節の外旋ね。で、肩甲骨の下旋、内転、肩甲骨は寄る動作で、胸椎の伸展、ここはねしっかり出せるようなトレーニングメニューが組まれているのかっていうのを自分で見てみたらいいんじゃないですかね。それが組まれていないのであれば、動画とか見てこれいいなと思うのをチョイスしていけばいいと思います。だから股関節の外旋よく開脚やると思うんで、内転筋伸ばしたりとかね、でも開脚できたから股関節の外旋の出るっていうわけではないです。それだけは分かっておいてください。内転筋が柔軟性があったとしても、外旋の筋力、股関節の中の筋力が強くないとまた違うし、内的にももちろん柔軟性ないと外旋していかないしね、これは両方とも必要なので、回復だけではうまくいかないです。はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。